おはようございます、一ノ瀬はじゅです。おはようございます。なんか曲中なんかカピカピ、お願いします。とりあえずお茶でうるおします。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温30度、最低気温19度で曇り時々晴れでしょう。現在気温22度、曇りです。おお、30度まで上がってか、うん、とりあえずご飯食う前に子供がね、昨日ずっこけて歩くの大変なんで学校まで送ってきます。はい、今ね、朝出勤前に子供を小学校まで送っております。なんかね、昨日の旅行先でね、あのウサギ見に行ったところでね、走り回っててずっこけて、そこにね、石、傷口に思いっきり石が入ってね、相当痛いらしいので、朝、徒歩でみんなでね、分断登校するのが相当しんどいみたいで、今、学校まで送っております。しかしなんか久しぶりに天気いいね、竹。うん、すごくなんか空が青い。昨日もこれぐらい青かったらよかったのにね。そしたら最初から遊園地行けたのにね。まあそんなわけで、とりあえず小学校送っていきたいと思います。今日も竹、学校頑張ってね。はい、息子を送ってお家帰ってきました。今日の朝ごはんはどうやらこの明太子、いただきます。はい、はい、どうぞ。シンプルよ。はい、はい、今日はなんか天気が良すぎて ND フィルター持ってこなきゃいけなかったね。 GoPro で見てるともう色飛んじゃってるね、これ。それではね、今日は書類のね、提出、ライセンスのね、書類の提出に、三好まで行ってきます。はい、三好のトラック研修センターに、やってきました。今ね、とりあえず書類出して申請、ちょっとね、手直しがあるんでまた後日来なきゃいけないんですけど、ちょっと辛いな、この手直しは。しかし遠いね、これね、めちゃくちゃ遠いわ。1時間以上かかった。またこっから帰るのにも1時間以上かかる。帰ったらもうお昼回っちゃうね。今週金曜日までに書類ね、通さなきゃいけないからね。それではまあさっさと帰って、午後からまた来ても多分間に合わないもんな。また後日来たいと思います。はい、今日のランチはココイチ。今日もサラダはいつものシーザーサラダ。はい、メインは豚しゃぶカレーのオールノーマルのやつね。いただきます。はい、食事終わりました。それではね、帰って仕事したいと思います。はい、お仕事終わって、今からね、今日も家族旅行から帰って、翌日お客さんと飲みに行ってきますよ。はい、ね、はい、隣はいつもの母ちゃんでございます。母ちゃんがいつも送るタクシー代を送る。しまった、今日も風貌忘れた。何する風貌？だからモフ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 。今日も天気あんまり良くないね。だけどね、なんかちょっと今日はね、もう疲れてるんでね、こうカバン見てめっちゃやる気ないそう。もう今撮ってるのもお相撲ポケット。もう、うん、あんま撮れないしね。お客さんと行くからね。G1 ファイト、あのでっかいカメラ持っててもね、撮れないから重たいだけなんだよね。本当にいつものこれね、YouTube 始める前の最適装備。これがね、一番軽くて楽。必要最低限の荷物は入るっていうね。いいじゃない。素晴らしい。はい、錦というか栄へ到着しました。ここからね、一番出口の方に行くと、錦三丁目の方に出られます。はい、はい、駅から出てきました。いつもの観覧車の、出口ですね。もう6時、今前なんだけど、今、
5時45分ちょうどだね。かなり明るいね。もう6時7時ぐらいにならないと日落ちてこないかな。しかし急に飲み会入ったんでね、午前中走ってる時とかタイムラプス撮っとけばよかったね。撮れたか全然ないんじゃないか今日。まあね、これから飲み会入っちゃうとなかなかね、お客さんの前なんで撮影も難しいんで、また短い動画になっちゃうな。しょうがない。とりあえずタバコ買って居酒屋さん向かいます。はい、そろそろ到着。ここね、な、錦にある木曽路さんね、そこ過ぎたとこの、奥島、いつも飲む居酒屋さんですね。そろそろ到着です。はい、到着10分前ですね。はい、相方来る前にとりあえず一人で乾杯。はい、今日は1日2日酔いで全然動画撮れなかったけど、今ね、とりあえず晩ご飯で、動画を撮り始めました。今日は母ちゃん手作りのなんだっけ、タコライス、いただきます。はい、やっぱり母ちゃんの手料理めっちゃくちゃうまい。やっとね、ちゃんと味わって食べれるようになりました。胃が本当に辛かった。はい、デザートいただきますが、これなんだと思います？これね、中におはぎがあって、おはぎにこう、なんだっけ、きな粉がついてるやつ、ね、これが大好き。あなたはそれ、もうそれ探すの大変なんだよ、意外とね。きな粉の中にあんこありませんでしょ、多くて、人じゃない、お店が多くて。そうなんだ。そう、しかもこれ、1個でかいよ。だからこの前のサービスエリアで見つけて買ってきた。いただきます。はい、じゃあ。はい、とりあえずね、今日は撮影ほとんどせずに、母ちゃんのご飯だけ撮ったんですけど、ちょっとね、最近使ってきて、この GoPro Hero 7について、僕2つ持ってるんですけど、このね、GoPro Hero 7、最近ですね、ちょっと調子がおかしくて、なんていうのかな、撮影する分には問題ないんですけど、バッテリーがね、急激に減ったりだとか、あとはね、こう、急で、本来であればね、ここの、USB-C の端子のとこに、モバイルバッテリーをつないでね、充電しながら撮影できるはずなんですけど、それをするとね、なんて言ったらいいかな。まずこのクイックキャプチャーが動作しないのと、なんかすぐにね、止まっちゃう。あと本当バッテリーの方で撮って、撮ってても撮影、まあ、何回かね、この、6月か、6月の動画で何度か、僕のね、動画の中で GoPro で運転しながら撮ってるシーンがあるんですけど、気づかないうちに止まってるっていうね。最初どうだろうな、2、3分、長くて5分ぐらい撮って、いつものね、白い橋の上でちょっと喋り出した頃に、止まっちゃうっていうね、ことが何回か続いて、あとね、今回、身延さんのね、久遠寺に行った時の動画でも言ってましたけど、止まって、USB-C ケーブルでね、エアロ15に繋いで、データを取り込むことができなかったんですね。何が悪いんだろうな。一回これ、サポートに出した方がいいのかな。バッテリーもすぐ膨らんでくるしね、ちょっとだからね、GoPro のところで不満が最近ちょこちょこ。撮れる絵はね、結構いいんですけどね、この GoPro の撮影のね、不安程度がだんだんちょっと辛くなってきましたね。めっちゃ困るんですよね。せっかく撮ってって喋ってんのに撮れてないとかね、本当にコメントでもね、それ本当辛いですよねっていうコメントいただいたんですけど、まさにね、こう、頑張った分が何も残ってないっていうね。あと、こう取り込み、まあね、今、取り込みできなかった件はね、もう一回ないこともないと思うので、
もう常にね、どのカバンにも、普通の SD カードだったらいいんですけど、これマイクロ SD なんでね、アダプターがエアロだといるんですよね。なので今回アダプターもね、普通にこう USB-C ケーブルで繋いでいれば取り込めるものなので、いつもはね、持っていかなかったんですけど、やっぱりそういうね、イレギュラーなミスがあるとね、1時間2時間平気でね、本来ホテル帰ってちょっと休憩できる時間がね、ここのトラブルで時間取られちゃって、休憩もできなくなるしね。で、編集も焦ってやんなきゃいけないんで、そういうリスクを減らすために、SD カード、じゃないな、マイクロ SD カードから通常の SD カードのサイズに、するアダプターをね、常にどのカバンにも入れとくようにしました。まあそこら辺のね、リスクを回避はね、大事なのでね。まあそれで、最悪繋げなくても、まあ SD カードにデータだけ残ってればね、取り込むことができるので、次回からはないようにしたいと思います。それではね、今日はこんなところで、2日間にわたってというか、まあ、全然ね、昨日も、ちょっと体がしんどくて編集できなくて、今日も撮影できなくてっていう形になってしまったんですが、まあ、これからはね、ちょっとお酒も控えながら、まあ、ちょっとずつ飲んで、なんとかしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。